多いお茶は、伊藤園が展開、販売している緑茶などの茶系飲料、茶葉製品のブランド名。ナチュラルヘルシー RTT 緑茶飲料の販売実績世界一として2018年より3年連続で、ギネス世界記録に認定されている。伊藤園は1985年2月に緑茶飲料として、先茶の発売を開始した。発売当初は、 缶入り煎茶という名称であり、発売から4年後の1989年2月に、広告会社、島クリエイティブハウス社長、島崎康彦により、多いお茶に、商品名が変更された。それまでの、お茶は温かいもの、お茶は自宅や会社で飲むものというイメージを払拭し、冷たい緑茶が全国に広まるきっかけになった。翌1990年には、 緑茶飲料としては、世界初のペットボトル入りを発売。当初はボトルが緑色に加工されていたが、これはリサイクルが困難であったためで、分別リサイクルの普及に伴う社会的要求の高まりを受け、他社競合品と同様の透明色となった。1996年にペットボトル入り緑茶の抽出法、ナチュラルクリア製法で特許取得。2000年には、 ホット対応のペットボトル緑茶飲料を発売した。2004年には、競合商品となる、イエモンガサントリーから発売され、対抗して、パッケージを、かっちりした字体に変更してはどうかという意見も、出されたものの、従来からのブランドイメージを重視して、筆文字は残されることとなった。2005年以降、1リットル入りのミディボトルも発売され、売り上げが拡大している。また、 5月には、大いお茶濃い味を発売し、ラインナップの多角化を図った。2011年には 500ml のペットボトル換算で200億本を突破した。2014年に、缶入り戦茶を開発してから30年を迎えている。2015年10月27日、大いお茶の掛け声が、特許庁より、日本で、初めての音の商標として認められた。 2016年9月には、緑茶とほうじ茶にキャップを外すことで、容器ごと電子レンジ加音が可能な新型ホット対応ペットボトルが導入された。2017年11月から、シンガポール国内で日本茶飲料、大余茶の販売を開始した。シンガポールでは砂糖や蜂蜜が入った緑茶が広く販売されているが、 同ブランドは日本で販売されている製品と同様、糖分だけでなく、保存量、着色料香料を使用せず、カロリーゼロが特徴。2020年は、インテージ SRI 無糖茶飲料市場の売上本数では、ナンバーワンとなっているが、同じ調査期間、市場での売上金額では、同年4月に大規模なリニューアル実施により売上を伸ばした、サントリーの、 イエモンにナンバーワンの座を明け渡す結果となった。緑茶の他に、味の濃い、濃い茶や、ほうじ茶、玄米茶など様々なバリエーションがあり、期間限定や、季節限定の商品も多く存在する。また、機能性表示食品に該当する商品もある。2021年5月現在、ドリンク製品14品目、ティーバッグ製品9品目、抹茶製品1品目、 シャバ製品10品目の34品目が発売されている。緑茶ブランドとしては、サントリーのイエモン、キリンビバレッジの生茶、日本コカ・コーラのアヤ・タカなどの商品が存在する、緑茶飲料市場で40%程度のシェアを持っている。茶系飲料を含む一連の清涼飲料の分野としては、初のグッドデザイン賞を受賞していることから、 緑茶のみ2012年5月のリニューアル時より G マークが入っているほか2014年5月にリニューアルした緑茶と濃い味は国産茶葉を100%使用していることからパッケージにフードアクション日本のロゴも入るようになったサンガリアがはじめ人気となった冷凍対応ペットボトルも季節限定で販売されている通常のペットボトルは 冷凍時の内容物の膨張に耐えられず破損する場合があるが、冷凍対応ペットボトルは破損しないため安心して常に冷たい状態で飲むことができる。なお、内容量はおからいお茶緑茶の通常サイズよりも減用されている。2015年からは受注生産の高級品として瓶おからいお茶玉露を販売している。2020年6月にはカフェイン量を抑えた。 原料茶葉を使用し、抽出工程における工夫により、ブランド発となるカフェインゼロを実現した製品も発売された。同じ年には、ケース販売限定のラベルレスも導入され、同年11月にカフェインゼロ、2021年5月に緑茶が順次発売された。なお、伊藤園は、多いお茶を名乗らない緑茶飲料として、廉価品の茶の間を発売している。 一等園が募集している俳句の大会で、優秀作品は多いお茶のラベルに、作品、氏名、出身地、年齢が印字される。多いお茶の契約さ園国内では、茶産地育成茶葉を調達し、産地の育成も試みている。ありがとうございます。